寄り道する場所なかったんで、はい、何もないんで中学校はちょっとだいぶ若干5分ぐらい、5分か10分ぐらい歩かなきゃいけないんですけど、そうですね、寄り道する場所なかったんで、しかも私バスケットやってたんですよ。だからもう常にバスケの練習をして、だから放課後遊んだりとかはないですね。バスケ終わったらすぐ家帰って、親が共働きなんでご飯作って待ってて、で妹たちとご飯食べて、でも次がすぐ学校の宿題して送ってって感じでした。一度もないですね。あれ普通に憧れますもん、そういうの。私全然そんなのなかったんで、だからすっごいいいなと思います。はい、どうもありがとう。マヨネーズついてる、やばい。マヨネーズとネロかきって感じ美味しい。でもパキッとやるとつきますよ、その暗いところの。これ、うん、パキッとやって。本当だ。左もウニ、それウニなんだよ。ウニ、ウニ、うん、ウニってこんな形してる。そう、トゲトゲを取ったのが、ね、うん、本当のウニよ。これ本物を使ってるんですか。もちろんそうです、自然のもの。猫ちゃん何してる、猫ちゃん何してる、行っちゃった。500円募金したのに。どうでしたか。いや、ありがとうございました、はいはい、ご苦労様でした頑張ってください、はい、ありがとうございます。